化粧品だよ。服がくるくる歌うの。隠れたお山に浴衣を着せて。加須市の皆さんには平成23年の東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所から、今年で7年目に入りますけども、ずっと物心両面さまざまなご支援をいただいておりますこと、町民を代表してこの場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。昨年加須市の大橋市長に私の方から申し入れをするのは非常に僭越ですけども、名約を締結をさせていただきました。加須市と今後とも長いお付き合いをさせていただきたい、そういうふうに考えております。今双葉町もまだまだ困難な状況ではありますけれども、それぞれの置かれている場所で子どもたちが未来に向かって、希望の光に向かって成長できるような、そういうような環境づくりをしながら、そして一生懸命頑張っているその姿をですね、埼玉の家族の皆様にもお伝えできれば、それが一つの感謝の形になるのかな、そんなふうに思っております。加須市観光協会に今年は加入させていただきました。その中でこの一つの行事ですね、加須の富士祭り、これにも参加させていただくのは観光協会員として初めてでございます。大いに私たちも頑張っていきたいと思います。今月もニュースくさば特集版をご覧いただきありがとうございました。お別れは各地の催しや交流会でお会いした町民皆さんの笑顔です。特集版では双葉町の旬の話題や注目情報を紹介しています。皆さんからの投稿、ご意見、ご参考もお待ちしております。それではまた情報版でお会いしましょう。